はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。翔英様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。今日午前中なんですけれども、肺がんの定期検診行ってまいりまして、大丈夫と、再発していないと、いうことなんですけれども、私前にも言ったかもしれませんけれども、貧血、こう見えて貧血で、特に指先、つま先に血が通っていないもんですから、オキシパルスメーターで、ご存知です、酸素飽和度を測る、こんな指に洗濯バサミみたいなやつつけてやるんですけれども、それが毎回毎回反応しなくてね、今日もですね、ずーっと反応しなくて、つけてから2分ぐらい経ってやっと数字出てきたんですけども、それが83っていう数字出てきて、先生も笑っちゃって、これは当てになんないなということで、酸素飽和度は正常はですね96、97、98ぐらい、99っていう数字出ることもあります。で93ぐらいまで落ちるとですね、こういうのをつけられてかまされます。で家帰りたいんですけどなんて言うとですね、酸素ボンベ渡されてですね、鼻に管入れられて、で90以下になると呼吸不全っていう診断下されまして、例えば肺がんで肺が機能してないんじゃないかであるとかですね、あとは血の問題ですか、ヘモグロビンがおかしくなってんじゃねえかとかですね、まあそういう。で83ってどういう感じかって言いますと、問答無用で気管チューブを入れられて人工呼吸器につなげられてですね、喋れなくなっちゃうっていう、いう状態が83ですんで、この数字出てきて私平気で受け答えしてますから、先生も笑っちゃったんだろうな、とにかく指先に血が行っていないっていう、血の巡りが悪い、頭は大丈夫だとは思うんですけれども、まあそんな感じで、笑っちゃいました。昨日お伝えしたですね、来年度防衛予算7兆円超え過去最高パヨ涙目っていうことなんですけれども、詳しい額が判明しました。7兆7385億円8兆円弱ですね。頑張りましたね。検討ばっかしてるかと思ったら、こういうことはスッスッって決めるのかな、財務省絡みの予算関係は。来年度には8兆円超え、間違いなしですね。再来年か。いくら金つぎ込んでもですね、スパイ防止法なしには侵略に抵抗できるのか心配なんで、まあスパイ防止法に反対するテレビ新聞パヨ叩きに努めなければならないな。スパイ防止法に反対するのはスパイって、これを世間の常識となるように今から言いふらしときましょう。皆様協力よろしくお願いします。8月20日今日午前ですね、岸田総理記者会見、これ病院の待合室でニュース報道見ました。 NHK だったんですけど、そこの病院ではNHK しかチャンネル変えないっていうですね、8月24日から明後日から処理水放流作業開始。思ったより閣議決定から早いっすね。前々から決まってて、まあ準備万端なんでしょうけどね。これあんまり時間置くとですね、1週間とか1ヶ月とか置くと、その間にパヨが猛烈にデモやら抗議活動やらやって、集会やらやって、それをテレビが喜んで報道して、こんなにみんな反対してんですよーなんていうことになっちゃうから、早いのはいいね。間2日しかねえのはとってもいいな。明日1日しか、パヨさんたちは、デモは無理だな。これ申請とか、に時間の余裕がないですから、デモは無理。まあ、集会でしょうけど。無許可デモなら、できますけれども、その場合車道を歩ってると普通に引かれますんで、復興と廃炉のため、先送りできない、福島第一原発廃炉ですか。これ事故を起こした時、すでに42年経過しているオンボロ原発でありました。
これ配慮するだけで、あとさら地にしちゃわないで、こそっとニュー福島原発って置いて建てちゃいなよって思うんですけれども、菅政権で決定してた事項なんだ。で、あの今更中止にはできませんよね。あと処理水貯めとくっつったってタンク作んのも限界あるよ。福島の土地なくなっちまえよ、あんまりタンク建てすぎて。でもあのパヨとか野党議員とかは、対案出さない。じゃあどうすればいいの、このまま貯め続けろなんて言うんだけど、じゃあどうすればいいのっていう、問いには答えない、答えられないっていうのが、あ、パヨ議員、パヨ野党でありますね。世論です。問題あると言ってんのは情弱だけ、気にしてんのは中国と韓国だけ。検討士の実行力、実行力あんね検討士ね。早やれ、時間かけるな。テレビで詳細を報道しないのが下船。詳しく説明したら何も問題ないのバレちゃうだろうが、決定したんだから掲示板で発表しても無駄だぞ。これあの掲示板ですっごいパヨが発表してまして、サガラクワネダンなんだのって。文句なら問題ないと太鼓判をした IAEA に言え。国際原子力機関ですね。福島のあの処理水は問題ありません。普通の国のあの垂れ流してる水より、7倍もあの安全です。みたいなことを言っておりました。濃度が7倍ね、7倍濃いんじゃなくて7倍薄いか、7分の1か。パヨ発狂、掲示板大荒れでありました。安全ならなぜ東京湾に流さないとか、岸田が飲めとか、まあ騒いでましたよ。海につながってんだから、東京まであの陸路で輸送するコストどうすんだ、税金投入するのか、それとも東電に出させたらますます電気代上がっちゃうじゃんね。俺はもう魚食わないとか言って、勝手にしろ、一生食うな。どうせあの来月ぐらいになったら忘れて食い出すんだろうけど、トリチウムは魚の骨に蓄積されるって嘘ついてました。あ、蓄積されません。これ理解が得られていない、説明責任が、何度詳しくデータ揃えて説明しても説明になってないとか、理解できないとか、納得できないとか、データが捏造とか、疑惑が深まったって繰り返すだけのおなじみの光景であります。共同ウイロー通信も乗っかりやがって、関係者の理解なしに処理水をいかなる処分もしないという政府の約束は破られたも同然となった。そんな約束あったの？誰と誰の間で、いつどの席で交わされた、何あの合意とか協定とかあったのか私知らなかったんですけどね。世論、バカはいなくならないんだから全員の理解を得るなんて無理。共同風評被害を作っています。そんなもん流してみないとわからんやろ。パヨとマスコミがいる限り風評被害ゼロは無理だって。あのパヨとマスコミが作ってんだもんね、どんどんね、風評被害ね。気にしてんのは中国韓国パヨだけ。漁業組合には何度も説明に行って、そこで俺たちじゃなくて消費者に説明してくれと言われている。だそうであります。消費者が魚買わないのが問題だ、消費者を説得してくれって漁協には言われてんだって。漁業組合にはね、ゴミマスが科学的データを無視して風評被害作ってんですよね。パヨとあのゴミマスはですね、初めからあの反対する目的で永遠にですね、理解できない、説明してないって言ってればいいっていう。バカはそもそも説明を聞いてないっていうコッペ通り、 IAEA があの太鼓判を押すほど科学的に何にも問題ないこと、中国韓国はもっと凶悪な汚染水を流していることを突っ込まれたくなくてですね、風評被害ガーってやってるわけなんですけれども、これに切り替えてネガキャンやってるわけなんですけれども、ですんで、あの汚染水がとか言って騒いでる令和とか立憲のあの安倍智子なんかは一記者遅れてる。それでですね、散々ね、IAEA にあの逆らうのかとか信じないのかとか叩かれてますんで、でそれに騙される視聴者と風評被害がーに騙される、すっかりコロリと、パヨコロリじゃなくて、そういうのなんて言うんだろうね。問答無用で、あさってからガンガン放流してパヨの心を追ってほしいですね。でがっかりして風邪ひけと、
ストレスを感じて免疫が落ちて風邪をひけと思うんですけれども、ゆうべ朝日新聞がですね、処理水放流は24日開始らしい、正式発表前にリーク報道をしておりました。22日午前、閣議に圧かけるためか官邸前にパヨ集合、漁業者の声を聞け、反原発団体官邸前で抗議、主催がですね、さようなら原発1000万人アクション実行委員会投げによると、約230名が集合、1000万人じゃねえのか、汚染水を海に流すな、横断幕を上げ、声を出した声を出して騒いでたそうであります。共同通信はですね、あのパヨ集会ならば漏れなく全国報道するのね、 NHK でもは絶対報道しねえくせにね、世論であります。1000万っていう数字はどこから、どうせ嘘なら1000億人アクションにした方が、主催者発表で230人なら2、30人ってとこが、絶対に前傾写真は載せない、載せられない。でも電気代上がったら文句言うんでしょ、言います、すでにもう言ってます、何でもかんでも文句言うと、抗議して何をどうしたいわけよ、お前ら漁業関係者じゃないだろ、風評被害を広めてるのはこういう連中、これをマスコミが報道することによって風評被害を作っていくっていう、パヨマスコミコンボです。福島の桃でもやってたし、米でもやつ、セシウム米なんてもやってたし、常套手段ですね。テレビしか情報源がない人の比率が低くなってきて、昔ほど聞かなくなったっていうのがパヨテレビのあの昨今の悩みなんですけどね、無慈悲に放流開始して雨の中あんなに頑張ったのにって、今日集まった連中がっかりさせてやってほしいなーと、松川るい辞任、記事やめぎありまして、議員辞めたのかな、思ってたら自民党女性局長を辞めますだって、なんだそれって話なんですけど、世論です。議員辞職じゃないの、説明せず逃げるのか、税金私物化しすぎ、職権乱用すぎ、こういうののせいで女の議員はって言われる、離党してエッフェル塔を立ち上げるそうです。嘘でしょ現地の大使館職員にシッターさせたのって公務執行妨害にならないの、公金詐欺では、あれだけ増税賛成してたのに自分の無駄遣いは OK、松川るい議員パリ外遊続報なんですけど、あれだけ増税賛成してたっていうのはですね、オフランスでは消費税 18% 用具かなと言ってたっていう話ね、このバカ野郎は。続報なんですけど、女性局長権限で行き先をパリに決定、なんだそっからが、そもそもそっからがって話、自民党の許可なく子供を同伴、その費用を党に負担させていた、子供の費用は局長権限で本人が承認していたパリでは大使館に子供を預け大使館員に子守りさせた、団長なのに2日目以降別行動、行き先不明、世論であります。2日目以降は娘とパリディズニーランドでは、行き先不明の説明なし、税金で行く観光旅行は楽しいか、なるほど、彼女をかばう自民がいないわけだ、なんで局長辞めるだけで済むと思ってんだろう、公金詐欺では全くその通りね、子供の分はですね党にバレたんで、返したそうなんですけど、返せば済む問題ではないんでは、夫はあの外務省のキャリアらしいんですよ、それじゃ あの大使館職員は逆らえませんわね、子供を見ててはいって言うしかねえわね、次の内閣改造で副大臣かなんかにあのなれる予定だったそうなんですけども、白紙になったそうで、チャラになったそうで、高市さん、杉田さん、小野田さんといったすっぱらしい女性議員もいるのに、こういうののせいで女の議員はって言われちゃうんですよ、議員を男女同数にってとんでもねえ話だなってよくわかりますよね、候補は女がいい、若ければ若いほどいいって言ったのは小沢一郎なんですけど、1960年代アメリカで発生したウーマンリブっていうのはですね、我々女性は工場でも農場でも働けるし働くよ、なのであの議員もやれるし経営者にもなれるんだから
邪魔すんな男どもはっていうものだったんですよ。これ世界大戦中ですね、男は戦場に行ってですね、女性が工場で兵器作ったり、まあ、砲弾作ったり、VT 新艦作ってみたり、まあ、溶接なんかもやっていた、大きなトラクター動かして農業もやっていた、これで自信持った女性たちが戦後始めたのが初期ウーマンリブであります。日本のヘミってさ、議員や企業役員は女性枠要求するんですけど、ゴミ清掃員やらせろ、林業や水産業、まあ漁業ですか、やらせろとは決して言わない偽物ですね。初期のウーマンリーブは何でもやっから議員もやらせろ、何でもやっから経営者もやらせろっていうもんだったんですけど、今は何でもやるからをすっ飛ばして議員やらせろ、経営者やらせろ、こればっかし。まあ、なんか松川の話とそれましたけれども、8月21日昨日、厚労省がアルツハイマー病新薬レカネマブ、言いづらいっすね、レカネマブ、レカネ、これ餅と売り出すときは分かりやすい商品名にして、ボケコロリとかボケナオールとかにしてもらいたいの製造販売を仮承認いたしました。エーザイとアメリカのバイオジェン、共同開発だそうであります。2週間に1度の点滴投薬だそうで、まあ通院が必要と、いうことなんですけど、世論です。毛も生えますか？大きく報道されている割には微妙な薬。脳溢血の副作用があるらしい。脳の萎縮は戻らない。レカネマブはまだかいの？おじいちゃん、さっき点滴したでしょ。そういう人を、私は密かにですね、アルツィと、愛称してます。可愛らしいでしょ。ボケてる人は、アルツィと、密かに呼んでですね、まあ、愛称ですから、愛称。別に悪く言ってるわけじゃないですよ。アメリカで7月に承認されたばっかだそうで、26回分、あ、1年分でですね、お値段390万円だって、これ点滴の技術量も込みなんですけど、まあ治療代ってことですか？ 390 万円だって、見合った効果があればいいんですけど、まあ1回15万円ぐらいかかるのか、それ2週間おきか。歯磨き忘れる、歯茎から雑菌が侵入し続ける、寿命が縮むっていうそうで、認知症のまんま長生きする人はあんまりいないって話であります。認知症はですね、押し寄せる人生の後悔や、まあ若い頃の自分の恥ずべき行いや大失敗を悔やんでくよくよとか、迫り来る死の恐怖からの救いであるっていう説があるんですけど、どうなんですかね。何もかも忘れちゃってぼやーっとして天使のように死を迎えるみたいな救いなんだよ、認知症は。苦しみや痛みから恐れから逃れるための救いなんでって説なんですけど、早い人は70でも怪しくなるし、麻生さんなんか80歳だけでもしっかりしてるし、まあ個人差激しいですね。私も昨日の食事は覚えてんですけど、一昨日何食ったって聞かれてもちょっと答えられないですよ。俗説ですけど、規則正しい生活はボケるらしいです。規則的に不規則な乱れがあった方がいいらしいですよ。たまに大酒飲んで昼まで寝てるとか、若者と会話した方が若くいられるらしいであります。脳もボケないんだって。なので大学教授なんかは見た目はより若い人が多いらしい。まあ大学教授なんかは専門バカってことも関係しているような気がするんですけどね。あときちんとカチッと完全完璧を目指して仕事してた人は定年後に危ないみたい。適当、いい加減な性格の方が認知症に対しては耐性あるんだろうかな。まあらしいらしいってやっぱですいませんけれども、認知症は私も気になる年になってまいりましたんで、ボケてるよなーって思うこと、多々ありますんでね、日中の生活の中でもね。というわけで、メール党員さんになって、日本改革党を
ご支援ください、お支えください。登録は動画説明欄もっと見るをクリックすると開きます。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。